なぜ、年末に行われるの紅白歌合戦に参加者が発表されるのか。年末に行われるの紅白歌合戦について、なぜ参加者が発表されるのか疑問に思っている方も多いかもしれません。この記事では、その理由について深く洞察してみましょう。紅白歌合戦の参加者発表の意味とは？の紅白歌合戦は、年末に行われる日本の音楽番組であり、多くのアーティストが出演します。なぜ、この番組では、参加者が発表されるのでしょうか？まず、紅白歌合戦は日本の音楽業界において非常に重要なイベントです。年末の特別な時間帯に放送されることから、多くの人々が視聴し、注目を集めます。そのため、出演者の発表は、視聴者にとって楽しみな情報となります。また、紅白歌合戦は、日本の音楽シーンのトレンドや人気アーティストを紹介する場でもあります。出演者の発表は、視聴者にとって、どのアーティストが出演するのかを知る手がかりとなります。さらに、出演者の組み合わせや対決も注目され、視聴者の興味を引きます。このように、紅白歌合戦の参加者発表は、視聴者の関心を高め、番組の視聴率を上げるために重要な役割を果たしています。参加者発表による視聴者維持率の向上、紅白歌合戦は視聴者の興味を引き続けるために参加者発表に工夫を凝らしています。例えば、事前に発表される参加者の中には、人気アーティストや注目の新人アーティストが含まれることがあります。これにより、視聴者は自分のお気に入りのアーティストが出演するかどうかを確認し、番組への期待感を高めることができます。さらに、参加者発表は、SNS やメディアで話題になることもあります。視聴者同士が予想や意見を交換し、盛り上がることで、番組の話題性や注目度が高まり、ます。これにより、視聴者維持率が向上し、番組の成功につながるのです。コメントを求める文章の例以下は、読者にコメントを求める文章の例です。支持率を高めるためには、視聴者の意見や予想を引き出すことが重要です。あなたは、今年の紅白歌合戦に出演するアーティストの中で、特に注目している方は、いますか？また、なぜ、そのアーティストに注目しているのでしょうか。ぜひ、コメント欄に、あなたの意見をお寄せください。このようなコメントを求める文章をタイトルや、動画の説明文に取り入れることで、視聴者の関心を引きつけ、コメントや予想が寄せられる可能性が高まります。以上が、なぜ、年末に行われるの紅白歌合戦について、参加者が発表されるのかについての、洞察です。視聴者維持率を高めるためには、参加者発表の重要性やコメントを求める文章の工夫が必要です。ぜひ、これらのポイントを参考にして、魅力的な YouTube 動画を作成してください。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。します。